ジョン・アッシュベリーは、アメリカの詩人、ニューヨーク州ロチェスター出身、ジョン・アッシュベリーとも表記される。2008年まで、バード大学の教授を務めた。20冊以上の詩集を出版し、ピューリッツァー賞詩部門、全米非評価協会賞、全米図書賞当ジャンル内の主要を賞すべてを受賞。他にも、各大学で教鞭を取り、アメリカ史選集の編集を任された。 これらのことから、現代のアメリカを代表する詩人との評価もある。しかし自動教術のような、または前衛的な作風から、長年文学界での評価は二分している。前衛的ではあるものの、まるで読者を寄せ付けない、ということではなく、アッシュベリーの詩で一貫しているのは、詩で何かを言うつもりがないことである。例えば音楽は、聴衆に何かを主張しない。 アッシュベリーの詩にあるのも音楽のように読者を曲の最後まで牽引する力である。そのための詩の技術はいろいろ使っているが意味内容的には複数の人がそれぞれ喋っている風である。また、パントゥムやセスティナといった伝統的かつ複雑な詩形を取り込むことで普段自分が使わない言葉が出てくることに期待したり詩というものについて 常に挑戦的かつ実験的であることが特徴である。詩集、ありがとうございます。